はい、じゃあ後半ですね。私ね、冗談でね、パパ活って言って、その自分の子供とまあ遊んでるところを動画に撮ったりとかして、まあパパとしての活動をね記録してるわけなんですけども、でもやっぱりパパ活って別の意味のパパ活があるわけじゃないですか、本来ね。で、あ、なんかわかるなって思ったことがあるんですよ、パパ活で。パパ活ってのはお金と時間に余裕があるんだけども、結局ね、誰もそれに付き合ってくれないっていう環境があるわけなんですよ。まさに私みたいな感じなんですけども、そうなると、あ、なんか今日1時間ポーンと空いたな、2時間時間があるんだけどなっていう時に、なんかね、普段関わりがない人と付き合っていきたいなっていう風になるんだろうなと思うんですよ。で、その時にいきなり人間関係作るのが難しいから、1時間1万円とか2万円でね、自分好みの時間の埋め方を演じてくれる人を募集みたいなのは確かにニーズはあるなと思うんですよ。だからまあ一部ね、パパ活って売春まがいなことをやることがクローズアップされますけども、本来ね、40代とか50代の節度を持った経営者の方が、例えば自分のまあね、奥さんとは言わないけども、娘さんとかねいたら、あ、娘ぐらいの年代の子は何考えてるのかなと思って、やっぱり20歳前後の女の子と1時間2時間過ごしてみたりとかね、あとは、まあ、自分には子供がいないけどいたらどういう風な感じになるのかなとかっていうのに興味を持って、パパ活をこう活用してみてね、でちょっとこう時給めいたお小遣いを上げながら過ごし方を考えてみるとか、なんか非常にそれはね、もしかしたら40代50代の時間とお金を持て余した経営者にとってみると新しい刺激になるんじゃないかなと。しかもそれはすごくね、リピート性があって、場合によっては恋愛に発展するのも、それはまああるんだろうなって思ってるんですよね。だからよくね、こういうところにビジネスチャンスを見出してね、二十歳前後の女の子が自らの挑戦心で乗り出したなと思うわけなんですよ。だからこれはね、もっともっとね、そういうニーズに気づいている大人がね、40代とか50代の人がセッティングしても良かったようなもんなのに、やっぱりこう若い女の子はね、多分こういう思いをしてる人がいるんじゃないかなって考えて、まあリスクを顧みずそういうことをやるのはね、なんかちょっと賢かったんじゃないかなって思ったりもするんですよ。まあもちろんその売春みたいな関係になってしまうことも、あると思いますし、本来そういうのは結構ね、モラルの低い男性との付き合いをやった場合かと思うんですよ。だ本来ならその全く交わることのなかった1時間2時間をお互いにね購入してみる、でそこにはあらゆるリスクをお互いに持ち込まないっていう、まあ、高いモラルが持てる方のたしなみの場なのかなというふうに思うわけなんですよね。あ、なんかわかるなみたいな、本当完全他人と急にお近づきになって、その時間が終わったらまた他人に戻るみたいなね、こういう関係ですよね。だから下手にね、同級生とか取引先関係の人とかっていうので、ちょっと人間関係がもともとある人とちょっと1時間2時間カフェでもどうとかやると、まあ揉めるわけなんですよ、こっちの方がね。で、妙な勘違いさせたりもするし、他人に戻れることがないんでね、そんなことをね考えて、あ、多分こういうことなんじゃないかなっていうふうにね思いましたね。本当になんかあれなんですよ、吉田さんも感じてると思いますけども、まあこれね、小野田さんも言ってたんですけども、自分だけ暇でも本当しょうもないとかねまあそれは私も予想できることだったんですけどもね、ちょっとたまに思い出すのは、なんだかんだあったけど、トラブル続きの麻雀店、それから会社経営、社員も26人ほどね抱えていたりとか、不動産の仕事をしたりとか、いろいろあったけども、なんかあれはなんか良かったなと、あれはあれで良かったなと、めんどくさくて時間ロスって金ばっかかかって失うことばっかりだったんだけども、そもそも人生って失うことの連続であるんじゃないかなと思ったりね、なんか哲学みたいになっちゃいましたけど、ということでね、まあ、ネットビジネス大百科みたいなタイトルで動画いただいたんですけども、まあなんか一番最初に49になって考えたのが、誰か早く暇になってくれっていうことですかね誰か早く暇になってくれみたいなそんなことがありますね。まあ吉田さんがいつも暇だからいいか。はい、じゃああれですよ、行ってらっしゃいですよ。あ、ちなみにね、動画のやり取りしてる人なんかいなくなりました。なんかいろんな理由つけちゃうね、
できなくなるみたいなんですよ。寂しいですね。何なんですかね、久保さんみたいになりたいとかね思う人が私みたいな行動はしないというね。じゃあずっとなれません、ずっとなれないよってことでございます。乾杯。吉谷さんの生活に憧れますと言っても、吉谷さんの生活からは程遠いことやってるじゃん、うん、まあ行き着く先は、まあ、みんな同じようなもんかもしれないですね。じゃあ後半の動画は以上で終わります。じゃあまた明日。